試し切り、試し切りとは、刀剣を用いて薪瓦、畳表、青竹等の物体を切り抜くこと。死残、末物切りとも呼ばれる。江戸時代には、様々、試し切りとも書かれた。日本刀は一本一本が手作りの単造品であり、名手と呼ばれる刀工の手によるものであっても、品質や性格には違いがあり、実用に耐えるものか、装飾的美麗さにとどまるものかは、 実際に試してみなければわからない。日本刀の切れ味や耐久性を試すために、藁、畳、竹、兜、豚肉、新聞紙、段ボール等の物体を、木製内紙は金属製の台や土、土壇の上に乗せ、けさあるいは真っ向あるいは真横、胴切りに切り抜く。江戸時代には、罪人の死体を使用していた。 純粋に刀の切れ味を試すための試し切りを死刀術と呼び、抜刀道や居合道の稽古として行われる試し切りとは区別される。死刀術は敵を想定していないため、地面を踏みしめ、背中に刀がつくほど大きく振りかぶって切り込むが、抜刀道や居合道における試し切りは大敵を想定しているため、動作に隙を生じさせないように切り込む。他には、 巻きわら数本を縦に並べ、真上から切り下ろす方法や、ぴったりと横や縦一列に並べ、それらをまとめて切るというものもあるが、それらの多くは見物者にインパクトを与えるために行う場がほとんどである。江戸時代以前には人体が試し切りの対象として用いられた。戦国時代のルイス・フロイスの報告書においても、ヨーロッパにおいては動物を使って試し切りを行うが、 日本人はそういうやり方を信用せず、必ず人体を用いて、試し切りを行っているという記述がある。江戸幕府の命により、刀剣の試し切りする御用を務めて、その際に罪人の死体を用いていた山田朝上門野党の例がある。また大阪町奉行所などには、様者、試しの者という試し切りを任さる役職があったことが、知られている。 その試し切りの技術は、据物、据物と呼ばれ、俗には確かに忌み嫌われていた面もあるが、武士として名誉のあることであった。試し切りの際には、一度に胴体をいくつ切り落とせるかが、争われたりもした。例えば三体の死体なら、三都道と称した。記録としては、七都道程度までは、史実として残っている。据物切りは、将軍の博士などのために、 腰物奉行らの立ち合いのもと、特に厳粛な儀式として取り行われた。本来、こうした、御用は、本来は斬首と同様に長奉行書同心の役目とされていたが、実際には、江戸時代中期以後、斬首、末物切りを特定の者が行う慣例が成立し、徳川吉宗の時代以後、山田浅上門家の役目とされた。なお、山田浅上門家が斬首を行う際に、大名、 旗本などから、試し切りの依頼を受け、その刀を用いて斬首することがあったという。その方法は、地面に竹の杭を数本打ち立て、その間に死体を挟んで動かないようにする。僧侶、婦女、先民、排出者などの死体は用いない。死体を置き据えるときは、死体の右の方を上に、左の方を下にして、また、背中は切る人の方に向ける。刀には、 剣木の柄をはめ、重い鉛の唾を加える。切る箇所は、第一にすりつけ、肩の辺、第二に毛なし、脇毛の上の肩、第三に、脇毛の生えた箇所、第四に一の銅、第五に二の銅、第六に八枚目、第七に、両者、腰部である。以上の箇所を切って、刀の理論を試みた。二つ、銅、三つ、銅などというのは、下体を二個以上重ねて、 竹食いの間に挟んでおいて、心見るのである。抜刀道や、居合道といった武道における試し切りでは、主に畳表を巻いたものを使用する。一条分、または半条分の使用済み畳表を巻き、紐で縛ったり、輪ゴムで留めたりしたものを、一中やあるいは数日水につけておき、台上の杭に突き刺す。その畳表に対して、日本刀を使用して、斬撃を行う。 一番有名な切り方は、対象に対して、40から45度ほどの角度で斜めに切り付ける、毛さ切りと呼ばれる切り方であり、畳表を人間と考えた場合、肩口、脇下より切り付ける技法である。他にも、流派や団体によって様々な切り方がある。水平に切る横一文字が一番難しい。習熟すれば、地面に直に置いた畳表も切ることができる。 日中戦争時に、軍刀や孤島を用いて捕虜に対する試し切りが行われたという証言がある。日本軍、中島けさ後第16師団師団長の日記によれば、本日正午鉱山県市来着す。捕虜7名あり、直に死残をなさしむ。時あたかも小生の刀もまたこの時彼をして、死残せしめ系2つを見込み切りたりと捕虜を使って、試し切りを行ったと記している。 岡田裕二が表した日中戦争裏方記によれば、とある一戦の後、捕虜を得たと裏方に情報が伝わると、試し切りのために刀剣を持った日本兵が我先に集まったという。高度な試し切りとして戻し切りがある。大根など野菜の切り口の組織を全く潰すことなく切る。真っ二つにしても、くっつけることで元に戻る。名刀と達人が揃って成し得る。 とはいうものの繊維を壊さず物を切ることなど、物理的に不可能であり、切り口がきれいに通っているか確認するものであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。